さあそれでは皆さん準備はいかがでしょうか。第40回倉吉うつむき祭りちびっこのど自慢、いよいよスタートです。まずオープニングを飾っていただきますのは、過去3回エントリーしていただきまして、今回で4回目のステージということで、最多出場の前増県のリアンちゃんです。小学生最後の夏、祭りを盛り上げたい、ステージを盛り上げたいとの熱い思いがあり、ステージに立ちたいとの本人たっての希望です。オープニングを飾っていただきたいと思います。どうぞステージにお上がりください。いやかわいい、超かわいい、かわいいという声が飛ぶと、それに重ねて超かわいいという声が飛んでいます。それではオープニングを飾っていただきましょう。リアンちゃんで踊るポンポコリンです。よろしくお願いいたします。リアンちゃんで踊るポンポコリンでした。ありがとうございました。どうぞ前へ前へ。すごいですね、応援がもう一人一人の顔が見えてますね。はい、はい、どうですか、今年で4回目の出場ということで、今回は、オープニングということで務めていただきましたが、どうですか、この倉吉うつむき祭りのステージっていうのは毎年立ってみて、なんかすごい声援がたくさん来るので、なんか緊張、最初緊張しててもなんかすごい癒されるので、なんか緊張が増えます。おーって声が上がってますよ。今まで特に歌った回で思い出に残ってる回はありますか、これ歌った時とかいうのは。一番
番最初に出場した時に西野カナの Go for it を歌った時に優勝したことです。おお、それ何年生の時ですか？ Go for it 違い4年生の時。いや、もうそうやって思い出深い大会ですけど、誠師匠学校今6年生ですよね。最後ですよね。あの中学に入ってから何か目標とかありますか？これ頑張っていこうみたいなこととか。前マスクに頑張っていきたいと思います。ね、会いますけど、ステージに上がっていかないということで、まあ、うまく繋いでいただきました。ありがとうございましたということで、オープニングを飾っていただきましたリアンちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。行かないで。のあと同じステージでバイマスケとしてステージにも上がっていただきます、リアンちゃんで踊るポンポコリンでした。ありがとうございました。